はい、ご視聴ありがとうございます。続きものでお送りいたしております。太閤記太閤出世すごろく、その第2回目になります。桃川円林こと初代桃川助演の口述、明治30年頃の記録による朗読でございます。後に出世をいたしまして、太閤秀吉となります。生まれた時についた名が藤吉郎、一説に日吉丸、春之助などと言いますが、生まれた時についた名が藤吉郎。子供の頃は呼びにくいので藤吉、藤吉と呼んだと見えます。このお子が生まれましたのが天文の5年、猿の初月元朝でございます。虫気もなく、おいおい成長をいたします。誰言うとなしに、安家殿の子は猿のようだと村中の者が申しますが、安家夫婦は大事に育てております。ちょうど藤吉が3歳の時でございます。何か村の寄り合いについて、安家のところへ松原村の七郎左衛門、鍛冶屋の五郎助、桶屋の一右衛門、その他船頭和尚も参って、よもやまの相談をしておりまする脇に、藤吉は遊んでおりましたが、一右衛門の前にすずりが出ておりました。紙も筆も前にあった時、藤吉は筆を取って墨の中へずぶりと入れた。見るうち安家は、坊や、そんないたずらはよしなと言えども聞かず、紙を前へ置いて左の手を畳へついて何か書くよぼす。船頭和尚はこれを見て、安家や、売っちゃっておきな、物を書くって左の手を畳へついて、子供ながら体を固めた様子はなかなか教えてもできるものではない。生まれて初めて筆を取った様子には見えない。大体に大人は物を書くにも自分の体を極めて書く人は少ない。それに藤吉は筆の持ちよう、体の固め方、実に大人にも及ばぬくらい。何を書くのか書かしてみるがよい。そうでございますかな。初めて筆を持っても持ちようがしっかりしておりますと大勢は見ている。藤吉はしばらく紙を見ておりましたが、山を書きました。その下へ3本引きましたのは川という字に似ておりますが、習わない子の書いたのでございますゆえ妙な形ではあるが、誰が見ても山に川と見えます。船頭和尚はこれを見まして、どうだご一等、私がかねて言うておいた通り、この藤吉は波の子ではない。初めて筆を持って書いたのが山に川だ。三つ子の魂は100までとやら、筆はじめに山川三線としたためたるというは、実に習ってもできない。なるほど、そう言わっしゃるとこれが山だ。わらはじめ富士の山に霞がかかった頃だんべえと思っていたが、言われてみれば川という字だ。坊や、この書いたのをおじさんにくれ。いやだいやだ、これが山と川なら人にやるものか。日本中の山や川はみんな坊のものにしてしまう。と書いたものを丸めて懐へ押し込みました。見ていた船頭和尚はたと手を打ち、どうだご一等、山川はみんな自分の懐へ入れるという魂は実に驚いたものだろう。旦那様、なるほど、いつか言わした通り、この塩梅ではおいおい手剣をもうぞ、そろそろ飲む下心だと見えて、山も川も人にやらねえというのは感心した。またぞ、
わしの申したことは間違いはいたすまい。誠に恐れ入りました。と感心いたしました。そのうち、とぼ吉は成長をいたし、七つ八つといういたずら盛りになると、実に手に乗りませんよ。いたずら者、十歳の時にこれではならんと思い、清須の城下へ奉公にやりましたところが、何分ものの三日と辛抱ができません。相手のところは一日でご主人の方で暇を出さなければ、当人がさっさと帰ってくるので、今は親父の安家も母のおとよも、親類の者も持て余しました。何か貴様の好きな商売にしてやるから辛抱をしろ。と言えば、酒屋がいいの、菓子屋がいいのと申しますゆえ、好むところへ奉公に言えれば、やはり辛抱はできずに、今は安家もせんかたなく、藤吉、もう貴様も十四になりながら、あんまりわからなすぎる。どういうところへ行けば辛抱ができる。百姓は嫌だの、飽きんどはまどろいのと、いつに理屈ばかり言うが、何になりてえのだ。お父さん、俺は大工になりてえ。大工にしてくれれば、もう五年でも十年でも辛抱をして、日本一の大工になってみせる。きっと辛抱をするなら、清須のご城下の大工棟梁の青木源右衛門殿へ頼んでやろう。うん、そうしてくれりゃ、きっと立派になってみせる。と当人の望むままに、手鶴を求めて棟梁の青木源右衛門の弟子にいたしました。けれども、青木という姓は役に表したもので、その頃でございますから、大工の源右衛門でございます。太閤は一旦大工になって、よくその道を知っている人でございます。ければ、後に関白にお進みなされた時に、源右衛門も取り立て、されば、熱田大明神の社内に、関東を大工棟梁を、青木源右衛門藤原光景という大食いは今で熱田の社内に残っております。良い弟子を持って源右衛門も後世までその名前をとどめました。それは後のお話でございまして、この源右衛門の弟子になると、さあ働くことおびただしく、源右衛門も喜び、他の弟子も可愛がっていろいろものを教えてやる。一度教えれば二度聞くことはございませんくらいの細物なれども、まだ仕事はできません。弁当を運んだり、職人が仕事場へ行けば手伝いをするくらいのものでございまして、まめまめしくやっていたところが、思いがけなく織田家の御右筆関谷弥十右衛門へ奉公をいたす。ここに藤吉が関東へ下りまする一席、これは第二席といたしまして、次回申し上げることといたします。本日はこれまで。